マルクルッテは、オランダの政治家。自由民主国民党所属。同国第50代首相。社会問題、雇用政務次官、教育、文化、科学政務次官を歴任した。2006年5月31日には党首に選出され、第二院の会派代表となるべく、教育、文化、科学政務次官を辞任した。2006年の総選挙で自由民主国民党の 比例名簿筆頭候補者となった。2010年の総選挙でも比例名簿筆頭候補者となり、この選挙では自由民主国民党が第一党となった。2010年10月8日、ルッテは組閣担当者、すなわち次期首相に指名された。キリスト教民主主義系政党や労働党以外の政治家の首相就任は、1913年から1918年の ピーター・コルト・ファンデル・リンデン以来となった。1967年2月14日に、デンハーグに誕生する。ルッテは、ヒムナシウムに通い、1979年から1985年までの間に特に芸術を専攻した。もともと音楽学部へ進学して、コンサートピアニストを志していたが、実際には1992年まで、ライデン大学で、 歴史学を学んだ。その傍らでルッテは自由民主国民党の青年団体である自由と民主主義の役員を務め、1988年から1991年にかけては代表を務めた。大学を卒業後は就職しユニリーバに勤務した。1997年までユニリーバで人事に携わり、組織再編では 主導的な役割を果たした。その一方で1993年から1997年まで自由民主国民党の全国委員会の委員を務めた。1997年から2000年まではユニリーバの子会社で人事部長を務める。2000年にはコーポレート人事グループに入る。2002年からはユニリーバの別の子会社で 人事担当取締役に就任する。この時同時に同年の総選挙に備えて自由民主国民党の候補者委員会の委員も務めた。2002年にルッテは第1次バルケネンで政権で社会問題雇用政務次官に任命され2003年の総選挙後も同職に再び任命された。在職中にルッテは地方自治体における福祉、 労働安全、衛生に携わった。2003年の総選挙で立候補し、1月30日から5月27日までの短期間ながらも第二院の議員となった。2004年6月17日、ルッテはアンネッテナイスの公認として、教育、科学政務次官に任命された。教育、科学政務次官就任を要請されたとき、 ルッテには選択の余地がほとんどなかった。ルッテは次第に自由民主国民党の指導部で頭角を表していき、2006年の地方選挙では選挙責任者となった。在任中にルッテは高等教育制度をより国際的に競争力を持たせようと力を入れ、教育市場における消費者としての学生の地位を向上しようとするなど、教育制度を より市場思考に変えようとした。2006年の地方選挙で自由民主国民党が敗北し、ヨジアス・ファン・アールトセンが党首を辞任したことで、党内では比例名簿筆頭候補者、すなわち党首を選挙することとなり、ルッテはリタ・フェルドンク、イエレケ・フェーネンダールとその座を争った。2006年5月31日、ルッテは 党員の51.5%の支持を得て当選した。この時ルッテには、党指導部やフランク・ドグラフェ元防衛省、ロッテルダムのイボー・オプステルテン市長、フリースラント州のエドナイ・ペルス州知事ら、有力政治家が支援した。また、自らが代表を務める、青年団体、自由と、民主主義もルッテを支持した。この選挙期間中にルッテは、党を、みんなのものにする。 エリートだけの党にしないと約束した。ルッテの若さを前面に出した姿は労働党のワウテルボス元党首の姿に重ねられた。比例名簿筆頭候補者となると、ルッテは党の雰囲気を特権的な少数ではなく誰もが快適なものと感じられるように変えていきたいということを前面に打ち出した。また労働党の社会保障制度は、 保守的すぎるとして、次の総選挙後には、連立を組まないとも述べた。この頃ルッテは当時連立を組んでいた、キリスト教民主アピールについて、自由民主労働党とうまくやっていけるととしていた。2006年6月28日、ルッテは教育、科学政務次官を辞任し、自由民主国民党の議会会派代表として議員に、復帰した。 2006年の総選挙で自由民主国民党は、ルッテをリーダーに掲げる戦略を打ち出したが、これは出だしでつまずくこととなった。この時ルッテに対して、党内から選挙戦略について批判が起こったのである。ルッテは、リタフェルドンクやヘリットザルムといった党の議員から、ワウテル・ボスや、ヤンペーター・バルケネンデといった、次期首相候補と比べると見劣りがすると言われたので、あった。 11月27日に開票の結果が明らかとなり、ルッテが55万3200票を得たのに対して、フェルドンクは62万555票を得たことが分かった。その後、フェルドンクの党に対する批判が繰り返され、2007年9月14日、ルッテはフェルドンクを議会会派から除名した。 ルッテと選挙責任者、ステフ・ブローク2010年総選挙の勝利を祝う。2010年の総選挙でルッテは、再び自由民主国民党の、比例名簿筆頭候補者となった。自由民主国民党は、この選挙で勝利し、31議席を得て、院内最大会派となった。総選挙の結果を受けて4ヶ月近くにわたって、連立協議が続けられ、21議席を得た。 キリスト教民主アピールと少数連立政権を発足させることで合意した。この連立政権は24議席を得た自由党の格外協力を受けることになった。規定では2015年5月までルッテ政権は続く予定であったが、経済政策をめぐって自由党と折り合いがつかなかった。緊縮財政をめぐって自由党党首のヘルト。 ウィルダースが交渉の席を蹴ったため2012年4月23日、ルッテは内閣総辞職を発表し政権は崩壊した。2012年9月12日に総選挙が行われ、自由民主国民党が第一党を維持。第二次、ルッテ政権が発足した。2017年3月15日投開票の 総選挙では自由党のウィルダースと首相の座をかけて争い、ルッテが率いる中道連合が勝利を収めた。だが、連立交渉は難航し、4党による連立政権樹立がまとまったのは選挙から7ヶ月を経た10月10日のことであった。こうして発足した第三次内閣は2018年後半より数々の試練に見舞われたが、 その中でも、育児補助金を不正に受給したとして数千人が、誤って告発され、補助金を国庫へ返還するよう命じられるという事件は、大問題となり、政権の命取りとなった。2021年1月15日、ルッテは、ウィレム・アレクサンダー国王に、内閣総辞職を表明。3月15から17日の総選挙では自由、民主国民党が第一党を維持し、 連立政権全体でも過半数を維持したもののルっての連立交渉が批判を浴びるなど組閣は難航し、選挙から271日間という史上最長の時間をかけて12月13日になりようやく第三次内閣を構成した4党が連立政権樹立で合意した。近年に高まる反多文化主義により自身をオランダに移民を増やしている現況として、 批判することで人気を増やしているウィルダースに対抗するため、ルッテは移民男性がオランダの習慣を拒否したため採用されなかったとして、企業が差別的として批判されていたことに触れ、もしオランダに住んでいて不満があるなら方法がある。出て行くが良い。オランダにいる必要はない。と、オランダ社会に移民が価値観を押し付けることを批判した。ありがとうございます。